皆さんどうもこんにちは。お正月気分ってなかなか抜け出せないですよね。毎度おなじみうぷ主のみーです。永遠の休みを探している霊夢です。つい気が緩んじまう季節、マリサだぜ。ということで本日は前々から気になっていた、マリオとラビッツのギャラクシーバトルで遊んでみたいと思います。ラビッツとのコラボ作品は2作目らしいぜ。前作やってないんだけど大丈夫かしら？大丈夫でしょう。なんだその自信は。ピーチ城だな。早速ウサギたちが労働させられてるわ。おそらく前作でウサギたちはとんでもない罪を犯したのでしょう。すごい気になるんですけど。どうやら宇宙の危機にラビッツたちと手を組んで立ち向かったみたいなんだよね。今作もラビッツたちがいるってことは何かしら起こるんだろうか。あ、よかったマリオ、来てくれたのね。あなたの顔を見たらほっとしたわ。実はちょっとした事件が起きてしまったの。ラビッツマリオのオーバーオールがなくなってしまって。え、後ろのやつは服着てないけど。恥ずかしいからここから出たくないって言っているの。くぅ、ぬすっとめ、絶対にここから出て捕まえてやるからな。耳洗って待ってろよ。マリオ、それにビーポよかったら一緒にオーバーオールを探してくれないかしら。地下茂みの中にあるかもしれないわ。なんで僕が？え、ちょっと待って、ピーチ姫、ぶ。ピーチ姫のコスプレかな？に、似合ってる。ついてこなくてもいいんだよ。そもそも服なんか必要ないだろ。服なんて気にせず外に出ろって。アイデンティティがなくなるじゃないか。あのラビッツは服がないと存在価値ゼロになってしまうんだね。そこまで。あ、もしかしてこれじゃない？それよ、なんでこんなところに吹っ飛んでたの。あんたついてきただけだろ。まさか君が隠したの？オーバーオールを僕だけのトレードマークにしたかったんだ。こいつクソじゃねえか。ウサルイージの演出な行動だったとは。これでバッチリだぜ。あんた喋るの。同胞と日頃の行いにはくれぐれも注意しろよ。なんだよ、もう見つけちゃったの。別のところに隠すんだった。イケてる俺に憧れたファンの反抗か。残念だったな。これを着こなせるのはこの俺の特権なのさ。ポジティブだな。でもまあ解決してよかったな。なになに、隕石か。タフついてないな。隕石じゃねえ。ぶん殴られたスタフィーみたいね。この星も前作で出てきた星みたいだよ。じゃあマリオたちはこいつらをよく知っているんだな。え？ちょっと、敵はもう倒したんじゃないの。ああ、あいつが覆いかぶさったところが真っ黒になってる。いやあ、まためんどくさくなりそう。うわあ、ピーチ城が大変なことに。こんな時に何やってんのよ。ちょ、後ろから来てるぞ。はぁ、あ、なんてことだ。今度はマリオの方に向かってくるわよ。じゃあ、なんだよこれ。とんでもないことが起こっていることだけはわかります。あのブヨブヨの生物は一体何が目的なのか。僕の出番なのか。そうなのか、ピーチ姫。マリオさんが何かをやるようです。マリオならあんな奴もさっと倒せるわ。頑張って。服が隠されるしょうもない出来事からのこの展開。ああ、マリオが入っちゃった。何これ、異次元にでも繋がってるの。さっきの自撮りオブサイクは確かここに。丁寧に言っても失礼。なんとか無事みたいです。うわ、急にゲームが始まったぞ。クリア条件はゴールエリアに向かうことみたいね。ラビッツピーチ、落ち着いて。すぐにそっちに向かうからね。で、ピーポくんも喋るのね。敵っぽいのが道を塞いでます。戦いながら向かうしかないみたいです。敵っぽいの。マリオさん、まずはブロックの後ろに移動して隠れてから攻撃しましょう。敵から丸見えだと危険ですよ。よ、了解。ビーポくんがいてくれて助かったよ。どう、こんな感じ。マリオおなじみの直感アクションじゃなくて、このゲームはしっかり HP が用意されているターン制バトルみたいだね。へぇ、ターン制ってマリオストーリーみたいね。ふぅ、踏みつけだけじゃないってことよ。あいつ、絶対倒す。攻撃が来るわ。ブロックの後ろに隠れて。ブロックも攻撃を受けるとダメージが蓄積されるみたいだな。ひぃ、半分になっちゃったよ。そう、あいつも隠れてやがる。そんな時は回り込んであげれば親切だよね。敵からしたら全く嬉しくねえがな。隠れたって無駄だー。あ、半分まで削れた、うん、おい、隠れるところがないぜ。一定、こいつやってくれたな。ところまであと少
行きましょう。大倉、賃金は発生しないだろ。お前はもう死んでいる。あんな至近距離からの二丁拳銃なんて見たことない。やったー、ゴールに到着よ。おい、来てやったぞ。うわぁ、もうなんなのこれ最悪。おいおい。あれ？僕の仕事なくなった感じ？ふん、自分の身は自分で守れるわよ。え、嘘？どんどん敵が出てくるじゃん。でもラビッツもマリオも戦えるわ。あれ？充電切れ？こんな時に機械の負傷とかついてないなんてもんじゃないぜ。これ大丈夫なの？ラビッツピーチ、無事でよかった。突然武器が使えなくなったのは驚いたけど、でも大丈夫さ。奥の手ってやつがあるんだから、その名もスライディング。大丈夫みたいね。やり方は簡単、近づいて攻撃するだけだよ。まずあの気持ち悪い卵で試してみよう。ピーポくん結構辛辣だね。ついでにあそこの目玉にぶつけてやろう。肝じゃなくて弱点かもしれないからね。こいつ本当は絶対口悪いだろ。私をこんなところに引きずり込みやがって絶対許さねえ。あ、ソーレット、ほらあんた、最後の目玉も潰してきてよ。自分で行けばいいのに。やったー、協力して全部破壊できたよ。で、この世界に入ったのはいいけど、このままずっとここに居続けるわけじゃないわよね。じゃあ、大ピンチ、こんなとこ来るんじゃなかったー。ステージを攻略していけば何かわかるんだろうか。ってことで皆さんさようならー。皆さんどうもこんにちは。ダークネスミート。ダークネス霊夢よ。なんだこのまがまがしい雰囲気のゲームは。ふっふっふ、このゲームは、マリオコンバット。一度で二度聞くコンバットは関係ねえな。マリオコンバット、マリオってあのマリオか。そう、このマリオ。すげえふてぶてしい顔だな。そのマリオがコンバットするゲームよ。まったくわからん。まあ簡単に言うと、おっさんが敵をぶん殴るゲームです。なんと触れたら即死のあいつも殴れちゃう。早速実際にやっていこうぜ。こんなマリオ見たことねえ。僕はよくわかる戦い方、実践編を読んで強くなったんだ。さあ皆さんもぜひ。またお前か。デラックスアッパー。ほぶー。技メイクソダサイが確かに強い。今までのマリオさんはジャンプして踏みつけるだけ。だけど今のマリオさんは。マグマに入ってワープしたー。マグマはワープするものです。こうなるもんだよ。はっはっは、どうだ、このキレ。いやーもう、1500歳には見えませんね。1500歳。やっぱ昨夜のよくわかるシリーズはすごいわねー。今度よくわかる料理の作り方でも教わろうかな。ああ、それがいいな。はいはい、はい。はい。はい。のこのこも殴るのかよ。大変だ、集団でマリオをボコってる。どやー。くぅ、なんでこいつ殴れるようになってんだ。お前らもだろ。てか、よくよく考えると、踏みつければのこのこなんてすぐ倒せるんだから。前の方がよくねえか。それがどうした、バトルってのはこうやるもんだ。見てよ、このマリオの生き生きとした表情。すげえ苦しそうじゃねえか。のこのこ、お前なかなかやるな。さあどんどん先へ進むわよ。今の僕ならこんなこともできるぞ。前からできただろうが。すげえ。なんでのこのここんなキモい顔するんだよ。説明しましょう。なぜのこのこのやられ顔がこんなにキモいかと言いますと、私がよくわかるやられ顔の作り方をお教えしたからです。お前のせいじゃねえか。なんかここキモキモ多くない？のこのこだよ。苦しめ苦しめ。敵の数が増えてきたってことは、この先にはきっと何かヤバい敵が待ち構えているんじゃない？そうでしょうね。なんでそこらにいるやつがボスなんだ？他に思い当たるボスなんていないけどな。ここのこの古城でしょ？違うわ。ああ、赤い扉が見えるよ。なんか変な銅像が置いてあるわね。ああ、あれは1の1で最初に出てくる雑魚敵だよ。ボスだろうが。クッパってボスだったの。こうかと思った。違和感半端ねえよ。天井にトゲがあるから気をつけてねー。ああもちろん、だが今の僕はトゲに刺さったって、串刺し程度で済むぞ。死んじまうだろうが、敵キャラは手抜きのためのこの子オンリーです。その代わり強さはまあまあ強いです。まさかのこの子がマリオに殴りかかるとは思いもしなかったぜ。僕たちも一度こういう戦い方したかったんだよねー。恐ろしい亀なんだぜ。土管を発見したのにこのゲロゲロたちが襲いかかってくるよ。ああ、マリオがゲロゲロに。どうだいゲロゲロの力は、のこの子だろうが。煩悩、こいつらしつこいな。それが取り柄だからね。なんだ今の技は。今のはのこのこの必殺技。名付けて横バンジーだよ。教えてくれ、何的に頭下げてんだ。よし、数も減ったしこれで土管に登れるぞ。じゃあねえ。おい、もともとこのゲームは何なんだ。これは PC のフラッシュゲームだよ。フラッシュなのにすげえクオリティだな。
な、なんか今見えたわよ。ああ、グッパ。焼肉屋にある方じゃねえよ。こうして戦うのはスマブラだけだと思っていたけど。な、お前、ドットで俺様に触れただけで死ぬだろうか。どうしてマリオメーカーとかのマリオは、グッパに触るだけでダメージを食らうんだろうね。それはグッパが1ヶ月お風呂に入らないから、触ったら精神的ダメージと肉体的ダメージを受けるんだ。つまり汚ねえからってことね。おい、汚ねえ亀。誰が綺麗な亀だって。なこと誰も言ってないんだぜ。強くなったのはマリオだけじゃないぞ。まさかこのゴリラも強く、ゴリラはこいつの相方だ。食らえ、超必殺。ローリングニコンアタック。うわぁ、これはマリオもきつい。うわぁ、HP がやばいぜ。うおぉ。来るか。行くぞグッパー。でもーあ、つい口から出ちまった。カメー。なんてひどいカメなんだろう。僕はこんなにひどくてブサイクなカメは初めて見たよ。なにー。マリオスーパー百裂拳。パイナッポーペン。こうしてマリオはグッパをぶん殴り、カメを巻き上げたのでした。どっちが悪いやつかわかんねえよ。マリオさんマジすんませんでした。ドワッハ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 。こうしてキノコ王国の平和は守られました。